サウンドカードのベストセラー、クリエイティブのサウンドブラスターシリーズサウンドカード、またはサウンドボードはコンピュータに音響信号の入出力機能を付加、または強化する拡張用の回路基板である。コンピュータに内蔵する携帯を取り、主に PCI や PCI エクスプレスといった内部バスによって接続する。また、ノートパソコン用にエクスプレスカード型のサウンドカードも、 存在する。サウンドカードと同類のものに、ノートパソコンなどに手軽に接続できるように、USB バス接続や IEE-1394 接続等の製品があるが、これらはオーディオインターフェースと呼ばれることが多い。現在のパーソナルコンピュータにおいて、音響信号の入出力機能はもはや標準機能となっており、多くの機種にオンボード形式であらかじめ装備されている。 かつて普及価格帯にあったサウンドカードはその価値を標準装備のサウンド機能に譲り一般ユーザーにおいてはサウンドカードを買い足す必要が薄れた現在市販されているサウンドカードは標準装備のサウンド機能を超えた付加価値を持つ製品であるそれらは一般にゲーム用や音楽鑑賞用のものがサウンドカードと呼ばれ プロやセミプロが音楽制作などに用いるものがオーディオカードと呼ばれる傾向にある。価格は備える音響品質に応じて開きがあるがサウンドカードは民生用途であることに対しオーディオカードは商業制作に用いられることと市場が狭いためそれぞれの高級製品を比較した場合には概ねオーディオカードにより高額な製品が多い。 初期のサウンドカードで Apple2 用マッキングボード V1、パーソナルコンピュータの最初期には音声が出ないか、あってもビープ音のみの環境であった。そこでパーソナルコンピュータに音楽を奏でる機能を持たせるためサウンドカードが発売された。ごく初期のものでは Apple2 のマッキングボードが有名で PSG 音源を搭載していた。その後登場した家庭用パーソナルコンピュータの多くは 標準的に音源が内蔵されるようになったため、以降は、サウンドカードは、NEC PC-9800 シリーズや、p c a t 互換器用のものが中心となった。これらの機種用のサウンドカードは、より豊かな音色を出力することのできる、FM 音源の使用が主流となった。やがてゲームの BGM などで、ミデが用いられると、 ミディ信号を受けて発音するミディ音源モジュールをミディカード上に実装したものが登場した。1980年代末から90年代にかけて FM 音源に加え PCM で音声の再生を行う PCM デコーダーおよび音声を録音する PCM エンコーダーが搭載されたサウンドカードが登場した。この時点でサウンドカードは パーソナルコンピュータに音源を付加することに加え、音声入出力機能を拡張するものとなった。また、サウンドブラスターは、ミディカードとしての機能を有し、ウェーブブラスター等のドーターボードを搭載することにより、ミディ音源としても利用することができた。この時期に使用されたサウンドカードの多くは、ジョイスティックを接続するためのインターフェースを備えている。特に、サウンドブラスターでは、 ジョイスティック接続のためのゲームポートが MIDI コネクタと兼用となっていた。Windows が広く普及した現代では、FM 音源の利用はほぼ解無となり、ゲーム BGM 再生も MIDI に変え PCM が使われるようになった。また、FM 音源や MIDI 音源等のエミュレーションを十分に行える処理能力を PC が有するようになった。そのため、 サウンドカード上の FM 音源やミディ音源モジュールは需要が薄れ、これを搭載しないサウンドカードが主流となった。また、外付けタイプのミディ機器やジョイスティックも2018年現在ではほぼ USB で接続できるためゲームポート搭載製品も完全に淘汰された。サウンドカード上のコネクター群は PC システムデザインガイドに基づいて色付けされている。 それぞれのジャックごとに関連付けられている矢印、円、波形などのシンボルイラストは以下の通り DVD の普及やゲームの効果音の高度化で音声の多チャンネル化が進み従来の 2CH に加え 4.1CH、5.1CH、6.1CH、7.1CH、9.1CH など様々な出力に対応するものがある。これらは サウンドカードでデコードされ、各チャンネルがそれぞれラインに出力されるのが一般的。また、S.Pudif 出力端子を装備したものでは、DVD や CD 視聴ソフトウェアが発する多チャンネル音声を多重化されたまま一つの S.Pudif 端子から出力することも広く一般的となっている。この場合、多重化された多チャンネル音声のデコードは S.Pudif ケーブルで接続された。 別の機器などが担う。かつては自作パソコンにおいて音声を出力するためにはサウンドカードが必須であったが2000年以降マザーボードにサウンドチップとしてオンボード形式で搭載されているかチップセットに機能が内蔵されていることが多い。このため2016年現在ではサウンドカードの普及はその登場当初に比して次第に減少している。一方、 Windows 上におけるコンピュータゲームのサウンド環境は年々高度化しており、同時発音数の増加、音声の 3D エフェクト処理、多チャンネル化など一般的なオンボードチップでは困難な処理能力が求められるようになる。これらの処理が可能なサウンドカードは熱心なゲームユーザーを中心に需要があり、音響関係の複雑な計算を内部のデジタルシグナルプロセッサで行うことで、 CPU の負荷を軽減するものが多い。サウンドカードをより高音質化し、アシオや様々な音楽制作用ソフトウェアにネイティブ対応することで、オーディオ入出力の機能性や品質向上を図り DTM 用途を施行したものは、オーディオカードと呼ばれることもある。オーディオカードは、一般的な RCA 端子の他に、ミティ端子、フォーンプラグ XLR タイプコネクター、 BNC 端子といった実際の音楽制作でよく使われる端子が豊富に用意される点や音楽制作用の比較的高価なソフトウェアがバンドルされている点で差別化されている。このほか、オーディオカードにはゲーム用途とは異なる音楽制作のための豊富なエフェクトやミキシング機能が備わっており、サウンドカードに比べ高い音質と機能を有しているのが一般的である。 さらに近年ではオーディオカードを含むコンピュータ環境の急速な発展を背景に高額な業務用音響機器を用いる音楽制作環境が比較的低価格なオーディオカードを中心とした制作環境へと音楽の用途を問わず移行しており需要が増加しているオーディオインターフェースの原理は機器に音声信号を入出力するあらゆる接続点を指す広い意味での オーディオインターフェースはアナログ音響機器よりは多様な形態の入出力を扱うデジタル機器類においてオーディオ信号用であることを明記する際に用いられることが多い。また、狭い意味では PC のような音声データを汎用的に扱えるデジタル機器へ主にアナログの音声信号を入出力するための外部装置としての単体製品がオーディオインターフェースと呼ばれる。 競技のオーディオインターフェース製品は、前述の PC 内蔵型のオーディオカードで実現されている機能を PC 筐体外へ分離させたものと捉えられる。外部接続型にすることで、筐体、それにホストとなる PC 等との接続回路や接続コードなどに加え、通常は電源回路が内蔵型より余計に必要となるが、ホストであるデジタル機器の内部環境は、 一部の音響機器専用に作られたものを除けば電源を含めてデジタル動作に由来する電磁的ノイズ抑制の配慮がそれほどなされてはおらず外来ノイズと音声信号を本質的に分別できないアナログ音響機器には本来適していない内蔵型のオーディオカード自身は相応にノイズ対策が施されてはいるがデジタルノイズ環境から離脱するには 外部接続型が適している。また、ノートパソコンでは、後付けで、サウンドカード類を内蔵する余地がほとんどなく、音響機能を向上するにはおのずと USB などを用いた外部接続型になる。外部接続型のオーディオインターフェース製品は、一般的に単体では使用できず、ホストとなる PC 等と接続して用いられる。外部接続型のオーディオインターフェース製品と、 ホストとの接続は、外来ノイズに強く信号の多重化に向いたデジタル信号でなされ、USB や IEE-1394 等が主に用いられる。アナログの音響機器との接続には、XLR 入力や TS、TRS 入出力、RCA ピン入出力などを備えるものが多く、内蔵式に多く用いられるミニプラグよりも、 標準プラグを採用するものが多い傾向がある。これら音声入出力端子に加え、音楽制作用途を施行する製品には、ミディインターフェースを内蔵しその入出力コネクタを備えた複合製品もある。PC がホスト装置の場合、周辺にこのような外部接続型の機器が加わることで、電源コードを含めた配線量が増加するが、ほとんどのサウンドカード、 オーディオカードは外部接続端子が PC 筐体背面に位置するのに対して外部接続型では手元で音響機器類との配線が行えるためその点での利便性は向上する。ありがとうございます。